生理前の暴走する食欲を抑えて痩せる方法をお伝えしていきますね。この動画をご覧いただきますと、生理前や生理中にもう止まらないこの食欲を抑える方法が具体的にわかります。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただけますととても嬉しいです。また今詳細欄に LINE のリンクを貼っております。今ご登録いただきますと、私が取り組んでおります腸活のダイエット法動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もご参考にされてみてくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ生理前そして生理中に食欲が暴走してしまうのか、そして結果太ってしまうのかっていうその理由についてあなたに分かりやすくお伝えしますね。実は私の LINE にこんなお悩みいただきました。先生、生理前からもうとにかくメンタル面からなのか、食事がもう何から何まで食べたくなってしまいますということ、そして生理前は体も顔もひどくむくみ、終わると2キロほどスルスル痩せますというお悩みであったりとか、また生理前のこう自分は食べてはいけないと分かっているのにもうバクバク食べてしまい、結果苦しくなっているので解決したいですという、こういったですね切実なお悩みいただいてるんですね。分かります。また私がですねサポートしている方の中にも、もう先生って、生理前になるとファミリーパークのチョコレートをもう1袋簡単に食べてしまうんですよって、もう信じられません自分でもってね、もうどうしようってね、いろいろな、やはりその方その方のお悩みってあると思うんですよね。もうすごくわかります。でもそれはあなたの意志が弱いからとかではないんです。あなたがお悪いわけじゃねないんですよってことをここでお伝えしたいと思います。なぜかというと、あなたがコントロールしたくてもですね、なかなかこれできないんですね。理由が2つあります。1つは生理前や生理中になりますと、あなたの腸内環境が乱れやすくなってしまいます。それが大きく関わっている原因がホルモンなんですね。このホルモンバランスが崩れることで、あなたがですね食べちゃいけないって、食べたくないって思ってる、また来たこの期間がって分かってるのにやっぱり止まらないんですよね。もう食欲が暴走してしまうわけです。で結果生理が終わったらまたなんかすっきりしてイライラが取れたりとか、あれだけ食べたかったものがそんなに欲しくないとかね、ケロッと治ってまた痩せるっていう、その繰り返しだとやはりなかなか目標の体重にならなかったり、また生理前になったり生理中になるともう気持ちがブルーになって、太った自分にこう自己嫌悪っていう、その負のスパイラルへとですねやっぱり陥ってしまう女性の方って多いんですよね。そこで今回この動画をご覧いただきますと、そのなぜそんなに食欲が暴走してしまうのかって、まず理由を知ることが大事です。理由が分かれば対策ができますよね。で最後、動画の最後で簡単にその対策ができる方法をあなたにお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では2つ目の項目に移りましょう。何をということで、今回は生理前や生理中の暴走する食欲を抑えるためには何を味方につければ良いのかということでお話ししていきたいと思います。先ほど冒頭でお伝えしました腸内環境とホルモンを味方につけることなんですけれども、そのホルモンっていうのは私たち女性が持っているその女性ホルモンですよね。2種類あります。プロゲステロンとエストロゲンというこの2種類のホルモンですね。そして暴走する食欲をですね加速させてしまうっていうのがこのプロゲステロンの方になるんですね。このホルモンはまあ簡単にお伝えしますと、妊娠する体をその維持する時にですね必要なホルモンです。もちろんねこの2つのホルモン大切なんですよ。私たち女性にとってはすごく大切なんですが、その生理前1週間ぐらい、7日前ぐらいからですね、このプロゲステロンが大量に
増えてしまうから食欲が暴走してしまうというその悪い面もあるんですよね。でどんな悪い面かと言いますと、まず体重のコントロールするそのインスリンというホルモンが大量に分泌されます。そのことでその血糖値のこう上昇アップダウンが激しくなった結果、本当はその食欲を感じる時のですね、その状態がまだないのに、まだそんなにお腹空いてないはずなのに、このホルモンが増えることでお腹が空きやすくなる、もう異常にすぐお腹が空いてしまうっていう現象が起こってしまうからこそ食欲が暴走してしまうんですよね。またそれだけではなくって、とにかくこのホルモンが増えることで水分をめちゃくちゃ溜め込みやすくなってしまうんです。なので生理前だとこの水分だけでも人によっては1キロから3キロも溜め込むっていうその現象が起こるわけですよね。ですから例えば先ほど LINE の方のお悩みであったりですね、私のクライアントの方もそうですけれども、生理前になって体重増えたっていうのは ある意味そこまで気にしなくてもいいんです。なぜかというとその脂肪が増えたわけではないからなんですよね。あなたの水分代謝がうまくいかなくなった結果、この水分で1キロも2キロも増えてしまってるってことなので、生理がまた来て終わればこの水分が流れやすくなってまた体重が落ちるってその繰り返しなわけです。ですからもう分かります、もう水分がね代謝が悪くなるとこうむくんだり見た目も悪くなったりしてもうめちゃくちゃ落ち込むんですけれども、これは脂肪で増えたわけではない、水分なんだと思えばちょっと気持ちも楽になりませんか。必ず終わりが来ると思うとね、やっぱり前向きに取り組めると思うんですよね。そしてなんとこのホルモンが腸自体の動きをね鈍くさせてしまうという、悪いことをねするわけです。もうなんでわざわざねこんなことするのって思うんですけれども、これ仕方ないんですよね。こういった働きがあるのにいかに上手にうまく付き合っていけるか、生理が始まる1週間前ぐらいから生理が終わるまでこの間どれだけこのホルモンと仲良くできるかっていうのがその分かれ道になってきますから、ここをしっかり押さえておきましょう。そうすることで不用意にですね必要以上に落ち込む必要はありませんよっていうこと、ちょっと気楽に受け止めてくださったら嬉しいなと思います。そしてまた生理が始まって終わってからはこのエストロゲンという妊娠がしやすい女性らしい体つきを作るホルモンがまた元気にですねこのプロゲステロンよりも勝ちますから、ここが来てくれるとやっぱりお肌がツヤツヤになったり体重も落ちたり、体重といってもこの水分が落ちただけですからね。でしかも腸の動きが悪くなる結果便秘にもなっちゃうんですよ、生理前生理中って。なので増えた体重は脂肪ではなくって溜め込んでしまった水分や便なんだなと思っていただければ、そんなにね毎回落ち込む必要もご自分を責める必要もないですから、あなたが悪いんじゃないんです、このホルモン悪いだけ、この期間だけですね。ですからそういった形でちょっと気楽に構えていただきたいなと思うんですね。でそしてエストロゲンがちゃんと動き出せれば脂肪燃焼効果も上がる、内臓脂肪の蓄積も抑えてくれる、また悪玉コレステロールも抑えてくれるって、このホルモンですね待ってましたですよね。もう毎月来るわけですから、もう上手に付き合っていきましょうということになります。ですのであなたはご自分を責めることなく安心して生理周期を迎えていただきたいなって思います。ではいよいよ最後の項目3つ目です。どのようにして生理前生理中の暴走してしまう食欲を抑えることができるのかということで、今回あなたに一押しなのは今までお話ししたそのホルモンのですね代わりとなってくれる働きをしてくれる食べ物があるんです。それが大豆製品になります。生理前や生理中というのはもうとにかく水分代謝も落ちる、腸の動きも悪くなる、結果代謝も落ちたり溜め込みやすくなって太ってしまうわけですよね。しかも食欲も止まらないという、そういった条件を全部クリアにしてくれる条件が全て整っているのが、いろいろある中でも一押しが大豆製品になります。まず食欲を抑えるためにはタンパク質をしっかり摂ることが大事なんですね。その時に植物のタンパク質がしっかり摂れます。また食物繊維も摂れますから便秘解消にも役立ちます。そして生理中不足しがちな鉄分やマグネシウムなどがしっかり摂れてしまうんですね。
そしてイソフラボンがあるおかげで、このイソフラボンが先ほどお伝えしたあのエストロゲンと似たような働きをしてくれるわけですから、脂肪を燃やしてくれたり、脂肪を溜め込まずに済んだり、悪玉コレステロールを抑えてくれたりと、こういった働きを代わりにしてくれるのがこの大豆製品になるんですよね。でまたカリウムも豊富ですから、先ほどのその生理前、生理中にこうむくんでしまうという方は、このカリウムをしっかり摂ることで水分代謝がうまくいくんです。その結果むくみも改善できてしまうという、こういった全て生理前生理中に必要な栄養やバランスをトータル的に含んでいるのがやっぱり大豆製品ということになるんですね。そこで例えば、生理前とか生理中でこうイライラしたりとか、もういろんなことをやるのが面倒だったりしませんか？もうなんかなんでこんなにのめんどくさいみたいな、動きたくないとかね、もう動けないとかいう方いろいろいらっしゃると思うんですよね。その時にもうあれこれ料理するのって大変じゃないですか。もうそんなことしてる時間があったらもう横になりたいみたいなね、そういった方も多いと思うんですね。そこで私がおすすめなのは、大豆製品っていろいろありますよね。お豆腐だったり味噌汁だったり、そのまま大豆であったりですね、いろいろアレンジ効くと思うんですけれど もう簡単なのはあの豆乳です。もう飲み物になっていればちょっと気分が悪くても、その他のもので食べてしまった上にまた食べると太るじゃないですか。やっぱり食べるよりも飲んで空腹を紛らわす。しかもこの豆乳は本当にその生理前のデトックスに非常に効果があるんですね。老廃物だったりむくみだったり水分だったり、そういったのをこう出してくれる効果も高い飲み物になりますので、ぜひ生理前生理中の暴走する食欲を抑えるためには無調整の豆乳を選んでください。ここで調整豆乳はダメですよ。いっぱい添加物やその甘味料、甘みが入ってるっていうのは逆効果になりますから、必ず無調整の原材料はもう豆乳だけでできて、あの大豆ね、だけでできているものを選んでいただいて、プラスもっとさらに良いのは有機栽培でできた大豆を使った豆乳であったり、 JAS ジャスマークがついていたり、国産の遺伝子組み換えではない大豆で作った豆乳、そういったのをしっかり選んでいただきたいなと思います。でこの豆乳を飲むことであなたの腸内環境は整う。なぜかというと食物繊維やオリゴ糖が含まれていますから、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌のですね餌となってくれます。そしてデトックスができる。で便秘解消になってタンパク質も取れて代謝も上がる。しかもコレステロールがゼロ。そしてちょっと豆乳をですね温めて飲んでいただくと、その栄養が吸収しやすくなりますから、キンキンに冷えた無調整豆乳よりは電子レンジでチンでもいいですし、お鍋で温めていただくとか、せめて常温ですよね。そういったもので優しくよく噛みながら飲んでいただくといいと思います。そうすることで生理前のそういった溜め込んでしまうものをどんどんデトックスできますから、何かしらその食べたい衝動に駆られてしまった時に食べたりするのではなくって、豆乳を温めてゆっくり流し込むように飲んでいただくと、スーッと食欲を抑えることができますし、もしその食べたいという衝動に駆られてしまった時はすぐに食べる行為に走らず、ちょっと違うことをしてみてください。例えばちょっと本を読んでみる、スマホを触ってみる、ちょっとおトイレに行ってみるとか、ちょっと違う行動をすることで食べたかったその欲求をですねちょっと落ち着いて抑えることができます。脳に違う刺激を入れるってことですね。それも有効ですから、ぜひこの大豆製品、簡単に取れるのは豆乳、他ももちろん大豆製品でもいいんですよ。プラスちょっと食べたくなってしまったらすぐそこに走らずに違う行動をしてみる。歩くとか、もう寝ちゃうとか、もう何でもいいんですよ。違う行動を脳に刺激として入れてみてくださいね。そうすることで生理前、始まる1週間前から生理中約2週間ですよね、このもう間の期間をですねもうハッピーな期間に置き換えていくことがあなたにもおできになっていきますから、一つ一つ取り組んでみてくださいね。いかがだったでしょうか。今回は私の LINE や YouTube のコメント欄にそのご相談ということで、生理前の暴走する食欲をいかに抑えて乗り切ることができるか、結果痩せることができるのかということをお伝えさせていただきました。一つ一つあなたからおできになることで大丈夫ですから、あなたが終わるのではないです。あなたのホルモンを味方につけてあげることで上手に楽しく乗り切っていきましょうね。
応援しています。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。